こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。えー、オーストラリアアマゾン。まあ、いよいよ売れ行きも良くなってきて、まあ、システムもね、日本に、えー、だいぶ近づいてきたと。まあ、オーストラリアアマゾン室バブルが発生間近かなというようなね、えー、気配がありますんで、それと予兆がありますんで、えー、それについてシェアします。まず人口は少なくても、まあ、購買力旺盛なオーストラリア。 シドニーで住んでた私には、まあ、オーストラリア人の豊かさ、あるいは金使いの荒さが分かります。まあ、一般的な日本人はオーストラリア人の消費力を低く見積もりすぎていると。まあ、何しろボクシングデーの一日だけで、ね、一日2000億円と。えー、三越伊勢丹の売り上げの2ヶ月分、それを上げてしまうわけですからね。まあ、どんだけ大きいんだという市場なんですけど、まあ、ただ、 オーストラリアの場合、通販が一般的じゃないんで、輸送システムなんかの問題でね、え m、ー、a z o n が初めから全力投球しちゃうと、もう輸送がボトルネックでね、パンクするのは目に見えてたというので、あえて Amazon ね、広告して人を増やしたりとか、あるいは、えー、システムをね、えー、日本でやってるように、まあ、この商品買わなくていいんですかとかね、今お得になってますとか、えー、そういうのをやらずに販売したんですけど、いよいよ、 まあ、その辺もクリアしてきたみたいで、えー、売れ行き良くなってきてますまたシステムも、えー、日本のシステムに近づいてきています、まあ、これついね、えー、先日、えー、6月の5日先日ってきのういた頂いた質問というか報告なんですけど、まあ、最近アマゾンになんか変化ありましたかとねここ1か月ぐらいずっと塩漬けになっていた商品が立て続けに売れてますというような報告がありました でまあ、徐々にね、当然、オーストラリアには Amazon のような便利な通販はありませんでしたんで、まあ、使って便利だということになればリピーターになりますし、まあ、周りの人にも当然ね、いや、Amazon ならすぐ来るよというのであれば利用者増えますんで、まあ、利用者は増えてると。まあ、それから、Amazon は、はじめ何するかわかんないと、ね、出品者、はじめ何する出品者、ちゃんと売るかどうかわかんない。ちゃんとしたものを売るかどうかわかんない。売れたらちゃんと発送するかどうかわかんないというのがありますんで、 まあ、出だし、まあ、本当出だしのうちはね、えー、極力その出品者が売らないように、売れないように、もともとのいた出品者の方が売れるように、えー、システムが組んであります。ただ、ある程度売ればね、まあ、この出品者大丈夫そうだねということになれば、まあ、当然ね、売れ行きは良くなってきます。まあ、どういうことかというと、アメリカアマゾンとか日本での物販はもうこれ、下りエスカレーターと。ね。アメリカアマゾンや日本の物販は売れていた商品が、 ライバルの出現や市場の縮小で売れなくなっていきます、ね。もう全然最近売れませんとか、日本アマゾンやってる方とかね、やっぱいらっしゃいます。ただ、オーストラリアは逆に、ね、オーストラリアアマゾンは上りエスカレーターと、オーストラリアアマゾンは売れなかった商品が、利用者の増加とアマゾンのシステムの変化で、システムの進化で売れていきます。今回のようにずっと塩漬けだったのがいきなり売れ出したと、ね、こういうことが起こります。 まあどっちが稼ぎやすいかって言ったらもうね、考えるまでもなくオーストラリアアマゾン、稼ぎやすいです。そんなオーストラリアアマゾン、ね、えー、もう利用者増えてきたんでね、出品者が足りないということで、なんと大盤振る舞い、6月の4日から10月の末まで、ね、FBA の手数料無料にしますよというね、キャンペーンを始めました。アメリカアマゾンや日本アマゾンは出品者が飽和しています。オーストラリアアマゾンは 出品者が足りないです今のうちから始めれば、まあ、手数料無料でいろんな商品試せて、まあ、儲かる商品見つかれば儲けやすいそして年末のホリデーシーズンには何しろ1日、ね、2000億円も売れる市場なわけですから非常に楽しみですそのオーストラリアアマゾンどういうふうに稼ぐのかどれぐらいの市場なのか それがこの一番上にするとね、この右側に今ちょっと隠れちゃってますけど、この部分に、えー、無料アマゾン輸出メールセミナーがありますんで、まずメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押してください。オーストラリアアマゾンの情報が無料で届きます。今、ね、サイトじゃなくて動画で見てる方は動画の説明欄に URL がありますんで、そちらをクリックしてメールアドレスとお名前を記入して、オーストラリアアマゾンの情報を無料で手に入れてください。 ご登録を待ちしています。以上、アマゾン輸出サポーター堀秀夫でした。